エコールデ・ボザール、エコールデ・ボザール、インズベは17世紀パリに最初に設立されたフランスの国立高等美術学校であり、グランゼコールの一つ。350年間以上にわたる歴史があり、建築、絵画、彫刻の分野に芸術家を輩出してきた。現在は建築がここから切り離されている。現在は特別高等教育機関、グランデ・タブリスマンであり、 フランス文化省の管轄下にある。パリロック、マラケガシから入って、ボナパルト街、ボナパルト通りに面して構えたパリ・ボザール港の正面には、ニコラ・プッサンとピエール・ビュジエの胸像を頂部に乗せた、門柱が目に入り、フランスルネサンス建築の断片で組み上げられた、壮大な中庭が目の前に展開する。ボザールでの教育は、伝統的。 古典主義的な作品が理想とされ、これらの理想化された様式を踏襲させていく、世界にも稀な教育システムであった。1648年、ルイ14世は、王立建築物の各種美術工芸や装飾を担当させる人材の育成を要請し、数奇教、ジュール・マザランが、アカデミー・フランセーズ、フランス王立アカデミーの付属学校として、美学校を設立した。 その後古典主義建築の母体となる建築アカデミーが1671年に、時の最小ジャンイコール、バティスト・コルベールによって創設された。これらのアカデミーは、古典主義芸術の進展を促す母体となっていき、ルイ14世からルイ16世までの旧制度化において、フランスで絶対的な地位を確立するに至った。また1666年には、ローマにフランスアカデミーを設置し、 本国から、えりすぐりの芸術家を古典文化の発掘と接収を目的に派遣するようになった。留学制度に対応して、古代のギリシア、そしてローマの文化から古典芸術と建築に焦点を合わせているのは、このためで、この毎年各芸術分野ごとに一名を、ローマ留学生を選抜し数年滞在させる、制度8のボダールにも引き継がれたが、 総括する美術アカデミーの終身初期に就任したカトルメールド・カンシーなどは新古典主義芸術に対して深い造形を発揮し、特に古代建築に関心を寄せ、ビトル・ウィウスを再解釈した体調を表し、古代建築の復元を試み、後に自身が主催して編纂した建築時点には古代イギリシャの建築に建築の原型を求め、さらに建築史的な理解の必要性を説いている。 こうしたカンシーの一連の作業は、パエストムの古代ギリシャ神殿の発掘からギリシャ建築、再評価、グリークリバイバルの主張をさらに一段と高め。そうした古代建築を深く学ぶために大半が崩れ落ちた古代の遺跡を建築家が自らの観念に基づいて復元する主張は、後のフランスアカデミーにおける留学生の研修方法に大きな影響を与えた。 ボザール建築アカデミー発足にあたって建築士講座の設置を唱え j h ヌイノーをその教授に任命したのはそのためとされる。1789年に勃発したフランス革命によって革命に共鳴した若い芸術家たちは旧体制のアカデミーに対抗して芸術コミューンを成立させ1793年には王立アカデミーは廃止されたが 建築アカデミーは、教授を務めていたジュリアン・ラビドルロアがコミューーとして主催することで、学校は存続する。その後18世紀の赤場に、旧アカデミーに代わり、学士院が発足し、美術の教育機関が復活。さらにナポレオン失脚後の王政復古に伴い、学士院の芸術部会はそのまま会が、彫刻、建築の3分野の、各芸術アカデミーと故障を変更し発足する。 この王政復古の時期に、フランスでは、様々な組織や機関が整理と統廃合が行われ、別々の芸術アカデミーであった、絵画、彫刻、建築なども一つに統合した、教育機関の創設、学校名、エコールロワイアルエスペシアルデボザールが、1816年12月18日国王命令により、決定される。こうして1819年に、名称を、 国立の美術学校、エコールでボザールに改めとなった。当初学生は男性のみで、女性は1897年から入学を許可された。カリキュラムは、画家と彫刻家育成の、絵と彫刻アカデミーと建築家育成の役割を果たす、セクション、建築アカデミーに分割される。今日の名を残す有名な芸術家の多くがここで、訓練され、エドガードが、ウジェヌドラクロワ、 ジャンオノレ・フラゴナール、ドミニク・アングル、クロード・モネ、ギュスターブ・モロー、ピエール・オー・ギュストル・ノワール、ジョルジュ・スーラー、アルフレッド・シスレーなどの名が挙げられる。両方のプログラムは留学制度に対応して、古代のギリシア、そしてローマの文化から古典芸術と建築に焦点を合わせ、当然のことながら入学、その後の学習に対し学生全員が、 古典芸術の教養と絵画源の基本技量を求められた。また、年1回グランプリで、ローム、ローマ大賞というコンクールを主催し、受賞者にはローマで研究するために全額給与の奨学金を与えていた。賞を入手する3つのトライアルがおよそ3ヶ月に1回続く。前身のアカデミー時代から実施されていた制度である各分野の専門家がパトロン、 担当教育者となるアトリエ制を採用し、その後150年にわたって、土手制度に似せた方式で学生を教育していった。大革命から第一訂正にかけて、すでにアカデミーを取り巻く形で、いくつかのアトリエが存在し、入学を許可された学生らが師匠たる芸術家のもとで修行に励んだ。1960年、アカデミーでボザール会員に独占されていた。 ローマ大賞の審査委員会にボザールのパトロンの参加が決定される。続いて1962年には文化省が建築教育の改革を検討する委員会を設立。これと並行してでボザール卒業生の建築家を中心として利益を保護する同窓会のような組織であるグランドマスも同様の目的の委員会を設置するが、 これはあくまで建築家と建築の学生の利益を守るための団体でありのちに立ち消えとなるが、この結果ジョルジュ・キャンデリスやエミール・アヨーラ、集合住宅などを中心に活躍する建築家たちのアトリエ解説につながり、1965年に建築のアトリエが A、B、C と3つのグループに分割する制度が取り入れられる。この中で、 C グループが住宅問題を取り上げより外角色、政治色の強いグループと化していき、この中からさらに C グループが分離、性ヌーガンのハックグランパレにアトリエを移動させる。このグループはその後の1967年には縦割り制のアトリエ制度を廃止し、同一学年の横割りクラス制を採用、設計演習も建築家とアシスタントとのグループでの合同審査制となり、 パトロンも教授グループとして教育を行うことにした。こうした改革が進む中、1968年2月に文化省まで次年度からの制度変更を発表した。1968年の5月革命をきっかけに、ソルボンヌ大学に続いて構造改革を要求して立ち上がったボザールも大学の改革が行われ、解体そして分校制といった結果を招くことになり、 エコールデボザールもパリ、ディジョン、ブールジュ、ナンシー、リヨンと、ロリアン、レンヌ、カンペール、ブレストというように各地に分割された。この中で最も有名なのがパリのエコールデボザールとして続いている、ルーブルからはセーヌの対岸にあたるセーヌ左岸のロックに位置しているパリ学校で、現在の校舎、本館は1830年に卒業生のフェリックス・デュ・バンによる建築作品である。 2009年現在では、フランス国内には59の国公立の美術芸術系の学校があり、それらの美術学校、日本国内における芸術、美術大学を総称として、ボザールと呼ぶ。建築セクションの場合、美術のアカデミーで実験を掌握していた、カトルメールド・ドカンシーは、ローマ留学生に対して厳しい制約を課していて、実測はローマ建築に限らせていた。 しかし若手の建築家はより深遠なる古代の歴史を求めて様々な試みを行っている。後のポザール建築士教授、ユ有ウは1817年からギリシアやアジアにまで足を運び、数々の実測図を置き、持ち帰り、その後の講義に用いている。この頃はギリシア建築に対する認識は一段と高まっていたが、そこに新たな論争の種が加わることになる。 古代ギリシア建築が多彩式を用いて派手やかに彩られていたかいなかったかという問題で、ジャックイニアス・イトルフのローマから送りつけた実測図はその問題を最初に投げかけ、古代建築彩色論を登場させた。フランス建築家にとってイタリアに赴くということは、古典古代の建築を直に観察し、 直接肌で感じることができるということに他ならなく、以前からローマ留学生たちは古代の建築を丹念に実測し、民にそびをしていた。しかし、パエストムの発見以降、ギリシア建築が現実に建築家たちの眼前にさらされ、加えて中近東のそれや古代エジプト建築もその実像が明らかになってきた。ナポレオンのエジプト遠征軍が、 多数の考古学者を引き連れて行ったことからもわかる通り、当時の人々はそうしたローマ以前の古代世界に、大して並外れた関心を抱いていたのである。実際ギリシアやエジプトの建築が、建築家に知られるようになってきて、従来古典と考えられてきたローマ建築は、古典期の最後に位置するものと認識されるようになったし、古代世界なるものも人々の意識の中で遥かに奥深いものとなり、 考古学的発掘と相まって建築家にインスピレーションを汲み取るべき古代建築もそのレパートリーを増やしていた。建築家らが主張したのはむしろ同時代の作品を生み出していくにあたってその基準原理としての現職効果で古典主義建築あるいは世紀末以降の新古典主義の建築家が考えもしなかった様々な彩りに彩られた建築を生み出していくことであり、 1830年、ジャック・イニャス・イトルフは、秘文アカデミーにて、ギリシア人における多彩色建築に関する論考を発表する。古代ギリシア人がいかに色彩を用いて、建築を装飾していたかを改めて世に問うたもので、この論考は1851年になって、印刷されるが、彼が単に古代建築の復元のみを考えていたので、なく、その中に、新しい建築に、 用うべき新しい原理を求めていて、彼はギリシア建築の中に注目すべき形態、例えばポルティコ、列中、あるいはその平面形式といったものを求めていたので、花むしろ、形態、要素は建築家の造形意欲に応じて、自在に寄せ集め、様々なモチーフ、色彩で建築を法順に装飾していくことが重要であるとした。 古代ギリシア建築から多彩式効果を学ぶということは、新古典主義的な作風を一段と役尾越え、19世紀前半の建築の新しい潮流にまで展開していく。18世紀後半から発生したグリークリバイバルの運動から考えればその最後の局面と言われ、この多彩色、ポリクロミーを基調とした様式美からギリシャやローマ、 中東からルネサンスまでいろいろな要素を混ざり合わせる新古典主義とは全く違った体系。雪中様式ネオグレコは発足間もないエコールでボザールの若い建築家をことごとく魅了しようであるが19世紀末から20世紀初めにかけてヨーロッパでアール・ヌーボーなどが出現しモダンデザインへの傾斜が見られる中で海の向こうのアメリカでは逆に建物の前面に 大々廃止列中を並べたデザインなどが流行していくこれらの古典様式を施す建築がまさにこの建築である。建築学でこれをボザール様式、アメリカン、ボザールと呼んでいる。その背景として、MIT の建築学科でボザールがエリの建築家が教鞭をとっていたこと、シカゴ万国博覧会でボザール様式が好評だったことなどがある。日本でも対象から、 昭和初期に銀行建築などに列柱を並べるデザインが流行したがアメリカンボザールの影響である三井本館、明治生命館など。ボザール自体は絵画、彫刻、建築の各美術分野を合わせ持った総合美術学校であるが、そのうち建築セクションでは他とは全く独自に分かれて特権的とも言える独自の教育方針をとり、 その教育システムも19世紀の出発期から1968年の解体に至るまで途中1863年にナポレオン3世の介入による大改革以外はほとんど変わることなく続けられてくるというあくまでアカデミーがその教育を司るという創立以来の方針が堅持されてきた。ボザールの基本はアトリエ制であるが今日の大学のような講座やスタジオ 研究室などではなく、建築であれば建築家を招いている学生私塾のようなもので、建築家になろうとする者はまずは外国人であってもアトリエに入所し、普通はその所属するアトリエの建築家の推薦を得て、ボザールの入学志願者の資格を得ることになる。アトリエのパトロン建築家は自身の建築設計事務所は別に主催している。初期のアトリエパトロンはすべて、 ローマ賞受賞者で占められ、建築家の特権的立場を維持しながら、社会をリードしていく、建築形態と建築を絶えず生み出していった。建築アカデミーであれば、当時は ALT ボードワイエやナポレオンの秘護を得た、ペルシー・フォンテーヌなどのアトリエが、ローマ大賞受賞者を輩出していて人気が高かった。ペルシー・フォンテーヌのアトリエからは18人のローマ、 大象受賞者と17人の自責を出している。いずれも、師匠の作風を受け継ぎつつもより接中的な方向に向かっている。彼らの著作はまた、カトルメールド監視とは別の意味で新古典主義的な建築論を展開しているが古典主義における規定の絶対性を避け、感性に基づく建築構成を主張するなど、この議論は、ちょうど17世紀末の建築アカデミー創設の際、 フランス・ワブロンデルとクロード・ペローが繰り広げた新旧論争にも似て建築美の基準をどこに求めるかを追求したものであったが彼らの立場はそれより少し前にビジオネールの建築家と呼ばれるブレーが感性を重んじ古い意味での古典派を知り添けたような古代の建築を否定するのではなく古代の建築に権限する一種の驚きにも似た美的感動を 新しい建築に実現しようとする方向性を持っていて、その意味では極めてロマン主義的な傾向にも近く、ロマン主義と新古典主義は裏腹の現象であったと見られている。ボザールで行われる講義は常に理論的な面ばかりで、建築アカデミー所属の教授たちの中でも、特に建築論を担当する者が最も権威であり、かつ学生を対象とした。 課題設計協議のプログラム作の担当責任者となっていた。発足以来のバルダールやブルーエルシェールなどがその地位についていた。下級を修了した学生は上級に進み、ここでは修行年限が何年という規定ではなく、入学から10年間のみの在籍規定だけで、学生たちは自分のペースに合わせて学業を果たし、 1867年までボザールには学科制度は存在していなかった。あるのは唯一のローマ大将のみで、しかも年間一名だけに与えられていた。こうした教育システムの中で学生たちは適当に学校を離れて建築実務についていたのである。ニューヨーク近代美術館で1975年から76年にかけて開催されたエコールでボザールの建築展は、 フランスでもめったに公開されない図面類までも展示され大変な反響を呼んだ。ボザールで建築士を講じ、後に美術アカデミーの就寝初期の役職に就任したルイオートクールはボザールに関する詳しい記録を7巻にも及ぶ対処で残している。入学方法は所属するアトリエで修行をしながら志願者は入学試験準備に取り掛かり、 めでたく入学試験に合格した者が、ボザール下級の学生として登録されることになる。学生の生活基盤は常にアトリエにあって、アトリエ所属という形で認定を受けた。アトリエは、国や学校やアカデミーから費用等が出費されているものではなく、学生たちが自ら組織し、上下関係の序列の中に組み立てられ、その上に先生を招いているという形式で、 学生の間で選出された長がそのアトリエの管理運営を行い、建築家に謝礼を支払っていた。アトリエ主催者の存在は絶対的存在であり、学生修行や教育に対して必要な助言と指導を与え、またボザールで講義を行う教授とは区別され、アトリエのパトロンと呼ばれる。各アトリエは、ボザール校舎内ではなく街中の適当な場所、大体は、 ボザールの周辺に構えて学生たちはそこで修行の合間にボザールに通って講義を聞いていたのある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。